っとこの、はい、夜ご飯行こうか。もう寒いんで、本当にね、ちょっと道に迷っちゃったから、今日山の中で、たどり着かなかったんで、高野市には行けなかったから、適当なところで、選択が。ああ、しょうがないね。道、本当に3時間でうろうろしちゃって、そのうち真っ暗になっちゃってね。うん。ああ、寒い。寒いとこ食べますよ。ピーク。今日はですね、山からですね、ピークとね、なんと、ピークちゃんとね、アルファ様、アルファ様いたでしょ。アルファ様、アルファ様、カクマ。で、お湯沸かすんだからね。あ、寒いよ。田中みなみちゃんのね、あったかタイムって言ったからね。これはゴミ箱、ゴミ、やっぱ、セラミッドはあったかいね、セラミッドは。風防炎ないや、同じと S ビットで。台を使おうかな、大きいやつ。大きいやつ使おう。あ、でもちっちゃいのもいっぱいあるんだよな、この階段割れちゃってから。ね。クッカーこれだけ、どうせお湯沸かせないから。あー、斜めってっか、やばいな。斜面だからね、危ない、気をつけないと。テーブルない方がいいか。ああ、テーブルないとな、枯葉があんだよな。まな板でこれならいいかな。これでこ
いいんだか。じゃあ水あといいんだね。まだお湯沸かそう。何これ。ウインナー一個、二個、三個、四個、五個、六個。これで でこれやってお湯沸いたらまずこれ、はい、白米ニコルンちゃんパチンコやるんだ、
ちょっと待って、うん、今倒れちゃうね。今度はつまあこのあんまりよかったな、見つけたらな。これで沸くかな。あー寒いね。わー、まあこんなもんじゃ。暖かいね、本当ね。炎があるとね。温度計どうかな、今。足りるかな、これで。どうかな、
か。とりあえず足りるかな、焦げねえ以上。気温はね、3度ぐらいか。足りるかな。ちょっとウインナーつまんじゃおうか。お腹空いてるから。ウインナーもう温まってんだからな。ウインナー。ああ、うまい。
これで全部最後行った方が良かったから全然わかねえな。まあ別にいいや、これで。じゃあ、じゃあこのだけ焼けば大丈夫。こんなもん。でこれで。こぼさないようにしないとね。でカップヌードル怖いね、こぼさないようにしないとね。できるまで一杯飲もうか。プラノビール。プラノビール。
燃えたろ。ヌードルとビール。ここにご飯入れようか。ここにご飯入れよう。おう、まずいいだろ。うまいだ。うん。
はい、お待たせいたしました。あー、分かった。ちょっとお湯入れて。明日早く起きて帰ろうね、布団で、味噌汁、締めに味噌汁。
本当がですね、じゃあこの辺でね、じゃあおやすみなさい。また明日。それでまた。